じゃあお疲れっす。あれっす。営業が12月30日にしまして終わりました。ここから社員グループの忘年会スタートなんですけど、まあお決まりのね、これをちょっとかぶって準備を開始しようかなと。まあ普通に、まあ、今日の忘年会の、まあまあ、お店でみんなで焼肉を恵比寿でここで食べさせてもらうんですけど、2周目回ってるお客さん、あーみたいな、あの子ね、同じ説明2回する、ね、
くらい。でもいじられてる。こいつら泣いてくれない。あれやったら、田中みたいなやつやったら、お前に入ったのか。アシスタントのやつだろ。だってバイマもそうだもん。全然やったの。ジャッジ原田の女の子っていっぱいいますよ。結構、いいですね。全部バラされてる。今年は、一人時間使ったかも。なあ。そうだ、俺は。大変だった。楽しかったけど。それにあんま使わなかった。まあ、だってあれやろな、転職したもんな。あ、今年に、そうです。次の1月、次の1月6日で1年なんで。はい、ありがとうございます。延長。今の今年の延長、その今まで自分が思った通りになったのか、うーんって思ったの。いや、甘かった。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 どうするの？来年は、うん、前の会社が本当に人に興味が、いいよ、まあ、ちょっとあれだったので、まあ、ちょっと今年は人に、まあ、マッキーさんみたいに人に時間を使えるような。ちょっとなりたいです。おお。全員やって。今年一年どうやった？いい感じだったのか、うーんって感じだったのか、思った以上にいけたのか。いい感じだった。いい感じだったの。そうだね。思った通りになった。いや、思った通りになりましたか。全部全力でやった。ああ、そうなんや。後悔はない。デビューできなかった。それ以外は。そうなんや。いいな、ね。これやりきったから。寝る時間を惜しみました。ああ、いいね。皆さん、シャッターチャンス、そしてお席に。じゃあまず、水木ちゃん。三宝石です。
おめでとうございます。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 以上になります。はい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 、ちょっと重たいかもしれないですけど、ゴリラでかっ、ゴリラすごい、ゴリラ面白い。じゃあ水木さんからじゃあプレゼントオープンで、まだみんな取って開けちゃダメです。おー、知らされました。結構重たいかな。結構面白そう。レッドだったローソンのあと詰め合わせを渡したんだけど、それもフェイクだった。今年もそれでプラスして、その下りからさらに今年もやるかっていう。去年はちなみにどういうリアクションしたんですか？おそうなんだみたいな。今年は2回目ということでどういうリアクションに期待します？いや結構あいつリアクション下手だからね、ちょっとしょっぱいかもしれないけど、やっぱ分かってますね。やっぱり唐揚げです。絶対冷たい。ありがとうございます。
に予算がかかってるんでちょっといやあのプレゼントだけ安上がりです。おはようございます。ちょっと待てよ。何なんだよ。一人二役何が間違ってんだよ。ちゃんとしたら持ってこい。サイコポスやめちゃめちゃサイコポスや。今年副店長ありがとう。ありがとうございます。来年になるんで期待してください。以上で誕生日会終了でございます。ありがとうございます。